これ数年前に営業に行った時の話なんですけれども、この営業先がですね、関東圏なんですけど、ちょっと田舎の方、東京都心部から車で2時間ちょっとぐらいのところなんですね。はい。ここがね、なかなかその田舎というか、どういうことかっていうと、住所がないところなんですよ。詳しい。住所を打ち込むとかなり広い範囲でその郡が呼ばれているところなんですね。なんでカーナビに入れても、明確な営業先が出ないんですよ。なんで、営業先の僕らと取引してくれてる人の車で東京から行くことになったんですけど、その人のカーナビの指示と、助手席で僕の、携帯の地図と、で、後ろ吉本の社員さんもう一人地図見て、3人で移動してたんですね、ブーっと。で、みんなで移動して移動して、で、行こうっていう風になって、途中まではね、カーナビで進めばいいだけなんで、普通に進んでいけばいいんですけど、高速降りました。実際その林道に入ってぐーっと進んでいきます。この先、ちょっと抜けたようなところに営業先、その村に住んでる方々が入られてるような、ちょっとした施設があるんで、そこが会場になります。あ、わかりました。って言って、そこでネタとかする予定だったんですけど、なんかね、いつまで経っても着かないんですよ。ずーっと直進して、直進して、ずーっと林道みたいなところ、ブーブーガタ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 って、ちょっとね、道もあんまり舗装されてないようなところずーっと走ってて、で、着かないな、おかしいな、おかしいなって言ったら、後ろの社員さんが、ちょっとおかしくないですかって言って、ねえ、着かないっすね。いや、そうじゃなくて、ここさっき通りましたよね、って言ったんですよ。で、その人曰く、さっき見た看板が今通り過ぎたと言ってたんですよ。そんなことある？ぐるぐる回ってるってこと？って言ったら、ああ、ほらほらって言って、また通り過ぎましたよって。同じ看板の横を3回通り過ぎたって言うんですよ。なんで、ずーっとある山奥の林道をぐる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 回ってるぞ。あれこれ迷子じゃない？なんか俺たち GPS でどこにいるかちょっと携帯で確認しようよってなったんですけど、なんとですね、その社員さんの Google マップの現在地と僕が持っていた、携帯のマップの現在地が違う方向に分かれてたんですよ。あれ、俺ら今なんか違う方に行ってることになってるぞって言ったら、運転手さん、営業先の、営業取引先の人の携帯がブーってなって、おーってなったら、営業先の方から電話がかかってきて、おい、もしもしって言って、今さ、通り越したよ、俺らの会場。えって言って、もう車止めて電話出てたんですけどね、運転手さんが。本当ですか？って言って、ああ、通り越しちゃう。なんか戻ってきなーって言って、なんとか切り返してぐーっと戻って。で、俺が代わりに電話出てたら、あ、左見ててくださいって言われて、左見てたら、途中でね、ちょっと脇道みたいなのがあったんですよ、一個。で、その先に確かに建物が見えて、そこが会場だったんですね。で、ブーンってついて、ああ、よかったーって言って、迷っちゃったー。いや、そうなんですよ。同じ道ぐる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 回っちゃってたみたいで、ああ、やっぱそうなんだ、ここ見づらいもんなーって、分かりづらいんだよーって、いや、そうですよねーって、でもなんか怖いのがーって言って、僕ら携帯見したんですよ。だから位置情報が僕とこの人だけ違っちゃってて、って言ったら、僕のね、携帯の位置情報を見て、その人は、あれ、おかしいなーって、何がですかって言ったら、いや、今ハートムさんがいる現在地の場所、昔ね、潰した村があったとこなんですよ。潰した村って聞こうとしたんですけど、ちょっと遅刻しちゃってたんで、ちょっとこのままネタお願いします。じゃあ会場の方に案内しますね、っていう風に言って、その人くるって振り向いて、バーって建物の方先陣切っていったんですけど、その人のね、背中に50前後ぐらいの男の亡くなった人がへばりついてたんですよ。潰したってどういう意味だったのかなーって、今でも気になって。